どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかです。さあ、続きやっていきましょう。いいお湯でしたと。風呂から出てささっと体を拭く。今日は疲れた。パーティー続きだったしな。さっさと寝てしまおう。あれ？お？台所は風子姉さんの声。気になって覗いてみる。ない。どうして？ああ、なんかあったね。冷蔵庫の中を見ながらオロオロしていた。何がないんですか？あ、すいません、脅かしちゃって。平気。何か探してるんですか？ね、目が泳いでる。なんだろう、様子がおかしい。あ、そうそう、牛乳がね、ないなーって。牛乳？買ってきましょうか？ブンブンと首を振る。そんなに力いっぱい断らなくても。遠慮してるのかな。いいですよ。俺買ってきます。普段家事とか全く手伝ってませんし、お使いぐらいは。で、あ、また俺が呼んじゃう。もうお風呂に。平気です。外に出られる格好ですし。なぜかたじろいだ。もしかして俺本気で余計なことしてんのかな。じゃあお願いしようかな。財布から1000円を取り出した。牛乳お願いね。はい、了解です。受け取りポケットに突っ込んだ。それじゃあ行ってきます。あ、待って。はい。あのね、ただ行かせるだけじゃ申し訳ないから、残ったお金で好きなもの買っていいからね。結構長く残るぞ多分だけど。あ、すいません、ありがとうございます。特にね、プリンとかゼリーとか甘いもの遠慮しなくていいからね。なんかちょっと俺はちょっといいや、ひらめいちゃったんだけど、まあいいや。はい、じゃあ買うものは甘いもの。え、牛乳。あ、そう牛乳ね。あと甘いもの。甘いもの。え、あ、はい。やけに甘いものを押すな。じゃあ行ってきます。うん、好きなプリン買っていいからね。ついにプリンに限定された。買ってきてほしいってことか。姉さんそこまで甘いもの好きじゃないよな。食べてみた子あんま見たことない。ああ、小さな疑問を抱きつつ家を出た。俺これ朝食ったやつ、あれじゃ、あれもしかして風子姉さんの？よし、でも名前返せなかったもんな。サクッとコンビニで買い物終了。牛乳と買えるだけのプリン。これで不足はないだろう。ちょっとだけ、歩幅を縮めてゆっくり歩く。夜風が気持ちよかった。夜空には右側が大きく欠けた月。三日月？違うな、その逆だ。なんて名前の月だったか。あれ？ぼんやり月を眺めてふと気づく。視界の端を何かが横切った。反射的に目で追う。いくつかの小さな影が民家の屋根に着地し、また跳躍。なんだ？人に見える。が、さすがに人間技じゃない。屋根から屋根。あっという間に見えてなくなった。宇宙人？そんなバカな。ああ。首をひねりながら帰宅した。なんだか怖かったので、ちょっとだけ早足になってしまった。百里が、うん。ただいまー。あれ？返事がない。おかしいな。風子姉さんいないのかな？とりあえず冷蔵庫に入れとくか。台所に入り冷蔵庫を開けると、あれ？これって、新品の牛乳が中に入っておりますが、一番手前にある、見逃す位置じゃないよな。どうして切れそうだなんて。ああ、はい、ただいま。冷蔵庫に牛乳。しまってくれてたんだね。ありがとう。大丈夫だよ。私やるね。ごめんね。お手洗い行ってて。お使いありがとう。もうお部屋戻って平気だよ。助かっちゃった。ゆっくり休んでね。ええー、
追い出されてしまった。ふうこ姉さんどうしたんだろう。謎が深まる夜だった。明らかにおかしかったもんな。あ、そして休日か。4月11日って言ったよ。目が覚めた。時計を見る。午前4時50分。休日にしては随分と早起きだ。少しだけ考えて、もう一眠りすることにした。眠れん。起きるか。のそのそとベッドから起き上がって部屋を出た。静かだ。まだみんな寝てるかな。唯一1階で寝てる風子姉さんを起こさないよう忍び足で移動。まぶたが重いな。顔を洗おう。あら。え、あ、洗面所には風子姉さんが。なんだ、起きたのか。残念なことに着替えをうっかり覗いてしまうなんてお約束自体は起こらなかった。残念なことに寝ぼけてんだ。そうに違いない。おはよう、ソーマくん。いや、俺はちょっと非常にそういうの出会いたかったですけどね。おはようございます。早いね。目が冴えちゃって。早起きはいいことです。よいしょっと。洗濯機から洗濯物を取り出していく。顔を洗いつつその様子をそれとなく観察。洗濯物、ずいぶんと量がある。死人分の衣服、いつもあんな量一人で。あの、何？手伝えることありますか？干したりとか。洗濯物を一枚手に取って広げてみせた。干せる？うん。慌てて目をそらした。うん。あれは、俺には干せんわ。うんうん。ありがとう。なるほどね。うん。女性用下着ってわけか。すいません。タオルで顔を拭いて赤面をごまかした。そうか。ここは女性の方が多いわけで。洗濯物は男の俺が手を出していい量分じゃなかったね。あ、はい。何気ない所作では手を伸ばす。俺の顎を、ん？俺の顎を指でなぞり、水滴を拭った。はい。いやーもうちょっと魔性。そういうことやると俺一コロだから、本当に。どうも。うん。それじゃあ洗濯物、干してきまーす。よいしょ。重そうにカゴを持ち上げて洗面所から出て行った。姉さんが触れた箇所にそっと手を添える。ほてった方、そこだけひときわ熱くて、しばらく引きそうにない熱をもう一度顔を洗って無理やり冷ました。姉さんと一緒に朝食を済ませ、縁側でぼーっと過ごす。ここは風通しが良くて気持ちいい。さてさて、あとは。風子姉さんは何やらパタパタと動き回っている。朝はいつも忙しそうだ。下手にしゃしゃり出ると邪魔になりそうだから黙って眺める。みんなはまだまだ起きてこない。我が家のペットは縁側の定位置で熟睡中。頭を撫でようと手を伸ばすと、気配を察したのか威嚇された。今だ俺の血が向上する気配は見えず、コマとの確執はまだまだ続きそうだった。動物好きなだけに悲しい。扉が開く音、仲間無意識に匂いにいた。はーい、そうな。お、お姉様。ミサさ、お姉様がいた。裏口から出てきたのかな。今日は仕事休みですか。ええ、今日は丸一日フリーよ。それなのについ仕事に行く支度をしちゃったわ。気がついたのはついさっき。短く息を吐く。自分のドジっぷりに呆れているようだった。そんなわけだから暇なのよ。なるほど。暇なの。ああ、はい。出かけましょうか。へ。何か用事でも？いや、ないですが。じゃあ決定ね。あ、マジで？まだ行くって言ってないのに。用事があってもキャンセルさせたけど。ええ、ひどい人だ。あら、ミサ、どうしたの？あ、天敵。風子。手をタオルで拭きながら現れた姉さんとお姉さん、お姉様の視線が絡み合う。
少し嫌な予感がしたということで次回行きましょう。楽しみに。俺さ、この間あのドラクエ初めて買ったんだけども、ちょっと聞いてもらっていい？あのスライムどうやって食うん？食う？おう。いや、そういうゲームじゃねえから。おお、マジか。いや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 。